特別プライスで売らせていただきますので、もし興味ある方はぜひそういうのも、検討していただければと思います。ということで、最後のスライドになりますけども、天気予報を当てていきたいです。一方で皆さんといろいろやらせていただいて、多分日本で初めてだと思いますが、ウェザーニューズはこの予報の外れやすさマップというようなものが実は日々作れるようになりました。これはかなり平均化されているマップにはなりますが、これ意味はですね、赤いところほど外れやすい場所になってます。青いところほど天気予報が当たりやすい場所です。実際に、よくある話だと思います。先ほどのね、キッシーも今大阪で読売テレビでやってますけど、実際にテレビの天気予報意外に信じてない人たくさんいるんですね。例えば東京に住んでて東京のマークが出てれば、いいよって思ってるかもしれません。ただ例えばちょっとローカルに行ったりするとね、あそこのエリアが晴れってことはここは曇りかなとかね、テレビの天気予報なんか結構そういう見方で見てる人いるんですよね。あそこ雨かってことは俺のところは雪かなとかね、あそこは最高気温23度か、じゃあうちは19度ぐらいなんだろうなとかね、いちいち実は今存在している天気予報を頭の中で変えたりしている人たちも結構いるんです。でもですね、この1キロメッシュのこのプラットフォームを作ったらですね、もうそういう人たちも、例えばこの赤いエリアにいて、例えば周りにもそんなにリポーターがいないというような方もですね、自分がとにかくそこで変えていけば、その分マシンは学んでいきますし、その瞬間に予報のアイコンも変わっていくというような形になっています。ですので今はこういうような状態ですけども、この赤いところだったり黄色いところだったりする人たちもですね、これまでは天気予報を外から受けていた、でそれを自分の頭の中で処理して、なんとなく自分のエリアはこうだろうなって思ってたかもしれません。そうではなく、これからは本当にですね、自分のエリアは自分でアイコンを変えてしまうと、そういうような形でこのマップがですね、最終的には全て真っ青になるような、そういうような日本列島というようなものを僕らは作っていきたいと思っています。ですので天気予報というのは誰のものなんだと、上から降ってくる雨のようにどっかね、お上がこれが予報だと、あなたのエリアはちょっとこのポイントから外れてるから自分の頭の中でちょっと変換して使ってください、そういう情報じゃないはずです。天気予報というのはまさにグランドから皆さんの一人一人の予報のセンスだったり、アイコンを変えていくスキルだったり、そういったものが上がることによってですね、場所がどこであれ、人口密集地であれ、そこにそんなに多くの人がいない場所であれですね、仮にそこに一人でも志を持った予報を作る仲間がいれば、その人のノウハウは全て吸収し、その人が参加することによって予報がどんどん良くなっていくと、そういうようなものをですね、この1キロメッシュの予報のプラットフォームを使って実現していきたいなというふうに思ってます。冒頭に話しましたけども、僕がアイスランド行きました。誰も信じてませんでした。多分難しいんでしょう、あそこの国は。ただですね、多分地元の人は空を見ながらですね、天気予報をアイコンは見てないかもしれないけど、空を見てですね、ああ今日はこんなになりそうだなとかって思ってるはずなんです。絶対に思ってます。実際にオーロラ見に行った時にはですね、バスの運転手がおお、そろそろオーロラ出るぞ、外出た方がいいぞって言ったら、本当オーロラ出たんですよ。その人はですね、ツアーガイドだから多分毎日行ってるんでしょうね。オーロラが出そうな感覚10分前ぐらいに分かったんですよ。あの人は何かセンスを持ってるんですね。そういう人たちのセンスをもっともっとマシンが学んでですね、もっともっとみんなが参加してもらえば、この日本で作られたですね、新しい予報のシステムっていうのは、今でも災害が多い、そういうような国であったり気象の災害が多い国なんかにも必ず僕は役立つんじゃないかなというふうに思ってますので、ぜひですね、皆さん新しいプラットフォームでみんなで一緒に、まさに自分の頭上の天気を報告し、そして自分のまさにいる場所の天気のアイコンをケアしながらですね、それを直しながら、
マシンにそれを学ばせながらですね、新しい最高の天気予報を皆さんと作っていきていればなと思います。これからもよろしくお願いします。千葉のジョブスです。ジョブスはいつもですね、最後に1個あるんですね。ワンモアシングっていうね、これまでお話しさせていただいた内容の1000分の1ぐらいの大した話じゃないんですが、最後に一つだけちょっと僕の個人的なお話を最後に一つだけさせていただきたいと思います。実は私5年ぐらいですね、ニューヨークの方にいまして、いろいろとですね、アメリカの気象業界であったり、いろんな方々と話して、最終的にはハーバードの方でですねビジネスモデルなどをですね、何だったらウェザーニューズの、ね、ビジネスモデルを、ハーバードの学生にですね教えるみたいなこともやりましたけど、もうそろそろですね、アメリカでやってきても、日本がこんな、ね、状態でなんか楽しいことが起きそうな気配がありますんで、帰ってこようかなと。今年の夏 I'll be back 夏ぐらいにはですね、家族も含めて日本にまた来てですね、皆さんとまさにこの新しい革命的な、天気予報を作っていく、そんなような、ことをですね、まさにこの日本で、いろいろとやっていきたいと思いますので、ぜひ、ジョブス、千葉のジョブスも、引き続きよろしくお願いしますということで、ありがとうございました。ぜひまた。
ばんは。こんばんは。どうぞ。最初に20分って言ってたんですけど、45分しゃべってた。はい、じゃあちょっとここからはですね、これから全国お天気キャラバン、プロジェクトアイコン全国セミナー、こちらに浦さんのマイクは電池入ってないこれは千葉のジョブスが使ってたやつですよ電池が切れた。あ、マイチェを、はい、大丈夫ですね、はい、はい、すみませんね、はい、さあ、じゃあ次のねトークセッションに参りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お座りいただいて、はい、はい、いや今日はキャスター陣がだいぶ多くね集まってくれて、で今回、プロジェクトアイコン全国セミナーっていうものを2017年スタートしようって言った時に、ちょっとタイトルをつけたいなと。でプロジェクトアイコン全国セミナーだとちょっと知ってる人はもちろんいいんですけど、知らない人に少しこうハードルが高いのかなっていう思いもあって、なので今年はですねお天気キャラバン、天気の新しい楽しみ方っていうのを提案する、そういう内容で2017年は行きたいなというふうに思っております。はい、はい、そして今日その内容をですね、どんなことになるのかっていうのを発表していきたいと思うんですけれども、はい、まずはですね、まずは2016年どうだったかっていうところから振り返っていきたいと思います。さあそれでは資料、はい、去年は47都道府県にセミナーに行きました。そういったのをねちょっと振り返っていこうと思います。そして、47都道府県で何人来たのかというと、はい、これ夜行われたセミナーだけの合計なんですけど、1245人、すごく予想以上の人数でしたね。はい、で、47都道府県一軒一軒回るのは本当に大変ではございました。特に森田さんの腰がですね悲鳴上げてましたね。そう、月曜日はまだいいんですよね。はい、月曜日はいいです。月曜日いいんです。はい、で水曜日ぐらいからちょっとなんか怪しくなってきましたよね。ずっと傾いてるんですよね。そうそうそう。で週末はもうピーク、もうあんまり喋んなくなるそんな状態で回ってましたけれども、もう本当にねご老後なので、ね、そこはしょうがないかなと思うんですけれども、で各エリアのちょっとした振り返りなんかもしていこうと思います、はい、最初は関東だったんです。関東からスタートしたんですよね。そうですね、はい、懐かしい写真なんですけれども、はい、こちらは左側水戸ですね。水戸に、はい、水戸に行った時に撮影をした、そうですね、しましたねこちら水戸ですと例えば空読みでこう陸からの風とまた海からの風によってこう天気が違うよっていうお話をサポーターの方から伺ったりとか、また他には空読み散歩でこっちだと神奈川の方ですね、横浜でちょうど設置層が皆さんとですね見ることができたりとかですね、お天気でもやっぱりこの変化っていうのを皆さんと確認することができて、またこう空読みってやっぱり地域の空読みあると思うんですけど、それに加えて個人の空読み、風
煙のね吹いてる方向で、あこのあとここは天気が悪くなるなとかっていう、その個人の空読み2つとも伺うことができたのがやっぱり大きな収穫だったなっていうのをものすごく思いましたね。なるほどね、はい、関東は、6カ所ですか。そうですね、6カ所ですね。ですよね、はい、はい、関東はねまだやっぱね参加人数も多くて、はい、勢いをつけるためにもまずは参加人数の多いところからみたいな感覚あったんですけどね一番驚いたのがやっぱり、はい、前の方から席が埋まってくるっていうのがびっくりしましたね。意識高いですよね。高すぎですよね、皆さんもうねペンとかをこう持ち出してくださってる方もいらっしゃっていて、はい、あいろいろ学ぼうっていう姿勢が見えて嬉しいなというふうに感じましたね。はい、そして関東に行ったのが、はい、東北、はい、東北はねこれは何の顔出しパネルこれ何ですかね、これこれ何ですかね、やりましたっけこんなのやってたやってた、はい、特にこの東北チームはいろんな小ネタが毎日毎日写真で送られてきましたね。はい、で参加人数としては関東に比べてはねすごく少なかったと思うんですけど、いかがでしたか。いやでも本当にもう皆さんすごく詳しくて、私東北行ったことがない場所がすごく多かったので、地図を持ってこの地名とかを勉強しながら移動してたんですよ。で皆さんに知ってる空読みを書いてくださいってお願いしたら、こんなにいっぱい書いてくださって、でも地図にない山のこととかもいろいろ教えてくださったので、山書いたりしてるんですよ途中で。ですごいもう本当にここも鳥海山が見えたら晴れ、これ秋田市民の常識ですって言われてこれとかメモしてるんですけれども、本当に詳しいんですよ皆さん空読みについて。で岩手のセミナーがすごく印象的だったんですけど、森田さん覚えてます？岩手一番すごかったんですけれども、朝開きというお酒が美味しくてですね。違う、やっぱり岩手の酒はうまいなと。いやもう岩手セミナーが、はい、そのラボチャンネルを見ながら明日の朝霧が出るんじゃないかという予想になってて、でみんなじゃあアイコンを今晴れになってるのを曇りにして霧の予想にした方がいいんじゃないかって、もう曇りつけた方がいいと思う人って言ったらほぼ全員手を挙げたんですよ。そしたら一人だけつけない方がいいと思いますって言った方がいて、で説明してくれたんですよ。こういう時はこういう地形の特徴があるから霧は出ないと思います、そういうことが多かったです。で次の日の朝ツイッターに写真を送ってくださって、結局霧は出ませんでした。でもう初めてその空読みでうわかっこいい、しびれるって思ったのが初めてだったので、そういう詳しい方にたくさん会うことができたので勉強になりましたし、こう会いに行ったからこそそういったことを感じることができたので、本当にもう収穫しかなかったですね。ですよね森田さんね。この地図がですねこの後、標準になりまして、各エリア地図を作り始めたんですね、キャスターの皆さんがね、はい、というふうになったきっかけ。それから今、口をよどんだのはですね、天気アイコンの中に霧がないんですよね。今日は3つの問題解決を提示皆さんにしようと思ってきたんですけど、はい、霧考えてなかったんですよねごめんなさい、また、はい、またの機会にします。いやいや、はい、元々スタートが完璧なものでスタートしようっていうことではなくて、どんどんバージョンアップしていこうっていうので、はい、まあ、今日もあるっていうふうに思って、地方に行けばっていうで皆さんから人が少ないところっていう問題解決も一応進んでおります。それから天気のアイコンに関してはキリないねというのも一応アイデアとしては持ってますんでね、バージョンアップするということだけはお約束いたします。はい、どんな東北でしたけれども、その次に言ってたのがこちら、はい、東海エリアですね。はい、このパネルはこれはちょっと私も記憶にないですねそんなことないでしょはい、岐阜信長ゆかりの地ということで。あ、なるほど、信長なんですね、はい、そうですね宇野沢さんもよく見たりますね
行ってきました、はい、東海エリアの4県を担当したんですけど、はい、もうどこの皆さんもすごい熱がすごくて行った私がもうびっくりしましたねで印象的なことも様々あったんですけど、はい、例えばよく覚えてるのが岐阜県ってすごく南北に長いので、うん、やっぱりお天気が全然違うんですよ、はい、で盆地もあれば、はい、失礼しました三重県ですね、盆地もあれば山脈もあるので、うん、大雪のところもあればもう雨が全然降らないところもあるとか、あとはお天気アイコン、私自分が住んでるエリアのところを、はい、まあ、東京っていつも見てたんですけど、うん、迷いがなく、ただ、三重の方に聞いたら東海エリアとは言われてるけどほぼほぼ私たちは近畿だと、だからいつも見るときは近畿のものを見てますって言われて、あ、これは確かに私たちは東海で紹介してるけれども住んでる方にとっては全然違うんだっていうのを実際に聞いてから分かりましたね。なので行って住んでる方に聞かないと分からないことって本当にたくさんあるんだなと思って収穫はたくさんありました。はい、あ、そうなんですね、はい他にも静岡にも行ったんですけど、静岡からやっぱり富士山の写真っていつもリポートでたくさん来ると思うんですよ。で富士山の上に笠雲がかかったら、あ、上空の風が強いんですねとか、うん、ただそれも私は担当しなかったんですけど山梨の方から見たらまた別の空読みになってたりとか、同じ富士山でも場所によって違いがあるとか、はい、うん、そんなことも分かった、とても楽しいセミナーでしたね。はい、なるほどね。結構その参加人数も多かったですよね。多かったです ね、 ここ ね、うん、ね、東海は暑いんだと。すごいですよ、もう半端ないですよみんなでこうロープウェイで登って山の上から空を見たりしましたもん。すっごく楽しかったです。そのロープウェイにお金がかかるから、はい、ちょっとなんかドキドキしてたんですよね。そうなんです。なんか嫌だっていう人がいたらどうしようかなみたいな話も全員行きますって言って全員でロープウェイで、はい、貸し切り状態でも行きましたねはい、ありがとうございます。さあそして続いてはこちら、はい、新潟、新潟限定で、ね、奈々ちゃんが新潟だけの参加だったんですよね。そうですね、はい、まだこの時は学生でしたね。もう学生もしていたのでもう学校からすぐ近くの場所だったのでもう学校終わりに私駆けつけたんですけど、うん、多分新潟だけですよね、唯一昼の空読み散歩が中止になってしまったエリアって。でその昼はなかったんですけど夜これだけのたくさんの方が集まっていただいて、うん、私も地元が新潟ということなので、うん、なんだろう、地元トークと言いますか、うん、天気こういうのあるよね、いや、あの山が雲がこうかかってきたらやっぱ雨が近いよねという話とかもたくさんできて、とってもなんか私もテンションが上がってしまって、うん、後ほど勘太郎さんに、うん、いや、奈々ちゃんすごい生き生きしてたねなんて言われてそれくらい楽しいセミナーでしたね。あ、今はね、そういうのがなくても生き生きされてますけれどもね本当にのびのびされてるなってよく拝見しておりますけど、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、さあそして続いてはこちら、はい、四国、はい、はい、四国はこれは、これはどこかな、これはこれ松山ですよね。松山と、あとはこっちが確か香川ですね。お、はい、高松の城跡の公園のようになっていて、うんうん、そこで空読み散歩をした時の写真なんですけども、はい、高知でも城、お城の周辺で空読み散歩をしたりとか、はい、あとこれもそうですけど城跡だったりとか、うん、あとは松山だと松山城の広場のところで空読み散歩をさせていただいたりとか、うん、お城系が多かったイメージです、はい、確かに、ね、なんか城多いですよね。城が多かったですね。そう、で、うん、聞いたんですよ、なんで お城が多いんですかって言ったら、そのやっぱ開けてる、空が開けてるっていう、その立地条件がそのスタッフが探した時によくて、あとその要は人が集まっても問題なさそ う、 っていう。あ、そうなんですよ、ね、で、うん、松山城のところとかは本当に広くて、うん、でもその日もうピカーン
んて晴天だったんですけど、うん、もうどうしようかみたいな、青空しかないみたいなあるあるネタですねこれね。あるあるネタなんですけど、はい、でも集まってくださった方が松山が一番多かったんですね。でその時に松山城をぐるーっと周りを歩いて、はい、でちょこっとできた雲を見つけて、あ、雲ができました、消えました。森田さんそういう時どうするんですか。いや、あの、消えるんですよね、その雲がね。消える、はい、あと5分後に消えますって言ったら本当に消えたんですよ、はい、わあすごい、まあ、それがすごいって盛り上がって儚い夢をね共有したんですよかったな、はい、ある意味よかったなと思いました。はい、ありがとうございます。あとはあのアイリンさんから始まった地図をですね、はい、私も四国で実践させていただきまして、はい、あの結構他の多分エリアに比べたらアットホームな会場になったのかなって思いました。あの一人一人の席にポストイットを配って話を聞きながら回らせていただいて、はい、でやっぱりこの四国山地があるので、はい、この四国山地の影響を受けてこの空読みとかも山を見てお天気がこの後どうなっていくのかなっていうふうに考える方が結構多いんだなっていうのが知ることができましたし、あと一つすごい面白かったのが松山に行った時なんですけど、この四国山地が広がってるんですけど、途中少しこう谷のようなところがあるっていうお話がありまして、そこからあのこの風が吹き込んできて山をもう谷のところをこう通り越して雪が降ってしまうっていうようなエリアがある、なかなか雪が降らないような地域ではあるんですけども、はい、このエリアだけは雪が降りますっていうようなお話を聞かせていただいたり、本当にこの近くに住んでる方しかわからないような空読みとか、あとはお天気のあの特徴とかを知ることができたので、うん、今回このポストイットもそうですけども、あの私にとってすごい財産になったような気がします。はい、そうですね、はい、すごい温かい気持ちになりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、さあ、今日は来てるキャスターが行ったところのエリアの紹介だけをちょっとさせていただきました。この他にも近畿エリアですとか、まあ、北海道もね、そうですね、北海道も沖縄も行きましたし、はい、面白かったのは大阪もね、大阪城でやったんですけど、ものすごい人が集まっちゃって大行列ね、あの空読み散歩がもうなんか50人60人ぐらいの大行列になって、一体何事ですかってね、問い合わせがあったっていう話も聞いてますけどね。はい、さあそんな2016年でした。あ、次九州九州、ちょっとやっぱり並び順が良くなかったですね。並び順が良くなかった、すいません、ちょっと真ん中にいて申し訳ないです九州行きました、はい、九州行かせていただきました。はい、はい、九州はあのとにかく吹雪がこの時すごかったんですよ ね。はい、あのなかなかこう雪が降りにくい穏やかなところなのかなって思いながらこう足を運んだんですけれども、とにかく吹雪がすごくて、まずあの鹿児島で足止めになっちゃったりとか、福岡のセミナーも延期になってしまってお待たせしてしまったりしたんですけど、まず無事に行えてよかったなと、感じていましたね。はい、いやこれ大変でしたよね。そうですね、2日ぐらい足止め、うん、そうです ね。はい、なんかね写真では楽しそうなんですけど相当寒かったんでしょうこれね。もう宇都澤さんのちょっと表情を見たら伝わるのかなと思うんですけど確かに確かにですねおじさん凍えてますね。ねえ、でも本当にその寒さも吹き飛ぶぐらい皆さん暖かくて、はい、あのそうですね、空読み散歩の時は、うん、あの宮崎に行った時にあの私みんなが集まったら一緒にぜひやりたいことがずっとあって、はい、あの空読みをしたりリポートをするときにまず空を見上げると思うんですけど、はい、まず見上げた空がこうちょっと雲がかかってるときって晴れなのか曇りなのか、自分がリポートするときにも私すごく迷ってしまうので、みんなで一緒にリポートをしたくて、で宮崎の公園で皆さんちょっとこれ今どっちだと思いますっていうふうにその場で聞いて、みんなで判断したり声を出し合ったりしたのがすごく良かったなというふうに、はい、思いました。なるほどね。あとは九州は、はい、あの西側が海なので、うん、
こう西からお天気変わっていくとはいえども、なかなかこう参考にできる場所がないので、最初に天気が変わっていくから、すごくこうより空を見てる方とか注目してる方が多いイメージがありましたね。なるほどね。はい、確かに天気的にはもうギブアンドテイクじゃなくてギブ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 ばっかりのエリアですもんね。そうですね。あとの写真見ていただくと、小学生の皆さんが熊本城でこの時遠足か何かで来ていて、すごい人数になって集まってくれて、その時に年齢とかこう住んでるところが遠いとか全然関係なく、あ、みんなで空って見上げられるものなんだなっていうのをすごい感じたので、またこれから先も皆さんと一緒にこう見上げていきたいなというふうにこの時強く思いました。なるほど、はい、いい流れを作ってくれましたね。ナイスパス。よかったです。ナイスパスが出ました。はい、すみませんね、パスし忘れた。とんでもないです。場所がいけなかったです。はい、そんな2016年でしたけれども、今年どうなるのか。はい、じゃあ次の資料で。今年は六大都市ツアーということで、今出ている札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡、この6カ所で、それぞれ土曜日に開催したいと思っております、はい、そして、1日2回、公演があります、はい、で、内容なんですけれども、次の資料いきましょう。はい、お天気キャラバンは新しい天気の楽しみ方です。テンションが上がってる2人が、ね、いますけど、プロジェクトアイコンセミナーはもちろん重要だと思うんですけれども、より多くの人にまた新しく参加してほしいって、そういうきっかけも欲しいと、そういう時にやっぱりね、アイディア天気キーズは必要ですよね。いや、もう天気キーズでやっぱり皆さんも本当これ全国回りたいんですよ、はい、最終的にはもう劇団四季みたいな感じで定番になって、はいはい、ありがとうございます、拍手いただきまして共感の声が多いですね、やっぱりね、劇場が作られちゃうぐらいな感じ、ね、そうですね、頑張ろうね、ななちゃんね、頑張ろうね。はい、ということで、天気キーズを各エリアごとに、そしてエリアで参加するキャスターがそれぞれ別なので、それぞれのストーリーの天気キーズをこれから作りたいと思います。脚本は、丹羽先生がですね、丹羽先生がおります。今初めて聞いたんですけど今間に合いますかね。はい、はい、すいません、キャスターも今日初めて聞きました。、はい、さあ、そして、天気キーズで、大人も子どもも楽しめる、そしてウェザーリポーターカフェ、これはですね、皆さんが日頃やってるウェザーリポート、その例えばその、リポートのエピソードであったり、あるあるであったり、なんかこう、みんなとこう気軽に話せるような、そういった時間も作りたいなと。いうふうに思ってます。そしてプロジェクトアイコンのセミナー、この、3部作というか、はい、だいたい時間的には、天気キーズ30分、ウェザーリポーターカフェ30分、プロジェクトアイコンセミナー60分、これぐらいの天気キーズ結構長いですね。30分ぐらい。あ、長い、長編な感じですね。あれ、前回やったのって何分ぐらいでした？6分。あれ6分ですか？あ、そうか、で5倍ですね。そうですね、まあちょっと考えますね。ちょっと考えます、これからね。と、はい、いうことで、お天気のそのエンターテインメント、その新しい皆さんとのそのなんか楽しみ方っていうのを、今年はお天気キャラバンっていう形でなんかね、チャレンジしていこうかなっていうふうに思ってます。はい、さあ、それでは次の資料いきましょうか。ここからちょっと深いです、はい、プロジェクトアイコンセミナーで何をやるのかっていうところを、このお二方にちょっとね、語っていただこうかなというふうに思います。まずこの1番2番は目的みたいなものですよね、今回の、はい、今年の目的、はい、
まあ、今年の目的、はい、まあ、2つあるんですけども、まずこれまでにご参加してくださった皆さんっていうのにの、いろいろと1年かけてデータを分析しました。そうしましたら皆さん の、 その得意とするところ、苦手とするところっていうのが見えてきましたので、そういうのを踏まえまして、皆さん の、 スキルっていうのを一緒にアップしていきたいなっていうのがあります。でもう一つは予測精度。これまでやっぱり今までは採用不採用、プロ予報センターが採用、あなたの天気アイコン提案したものを採用しました、採用しませんでしたっていう情報のみで、結局自分が予報したのってどうだったんだろうってやっぱり気になった方多いと思います。でその人たちがこうより自分のが当たったかどうかっていうのを分かりやすく、さらに自分の得意な天気アイコンどれだろう、苦手な天気アイコンどれだろうっていうのを自分でも把握していただくために、この、まあ、個人個人のカルテっていうのを出して、まあ、結果的に見るとよりウェザーニュースの天気アイコンっていうのがこう精度が全体的にアップをして、これはもうまあ、より日本一世界一へと冗談抜きでそちらの方に進みたいと思います。冗談抜きで冗談抜き、まあ、誰も冗談の話してないチャットぐらいですよ。なんかドリアンコーヒーでえずいた人だよね冗談はそれぐらいですよ、はい、あとはやはりプロジェクトアイコン皆さんたくさん参加してくださっているんですけども、より多くの方が参加していただいて、よりみんな皆さん仲間やっぱり増やしたいと思っておりますので、初めての方でもなんていうんですかね、同窓心っていうね、なんていうんですか、ちっちゃい子供の心みたいなやつに戻っていただいてなんかそういうそういう、すいません、ちょっと補足してよろしいですか最初の長かった方の最初はですね例えば先ほどキッシーが晴れにするか曇りにするかって悩みましたよね。で皆さん の、 データ見ましてもね、そこをうまくやればすぐ上がるんですよ、精度が。なので、そういった具体事例を持って、まあ、母子が冒頭やりました、僕らの目標何でしたっけ、 99.9 とてつもないことを言ってるわけですが、精度を上げるということに関しては私も全く同意ですので、皆さんと精度を上げましょう。そのための具体策、空を見てどうすればいいのかっていうところが一番目のところになりますね。各地方地方で丹羽さんが分析したんです。それを皆さんにお見せしますっていう。そしてもう一つは、やっぱ天気やってて当たって楽しいのは何かっていうと、当たった時ですよね。で増えてな天気予報のパターンってあるんですけど、それがだんだん得意になってくる。これが成長の歴史、自分自身がだんだん分かってくる。それが見えればですね、周りの人たちにさらにそれをお伝えすることができるということを言っておりましたさあここで、じゃあね、今日今年初めて参加する2人もいますので、今の説明を聞いて大丈夫かな、大丈夫かな頑張れってコメントが来てますけど、今年ね2カ所ぐらい行きます、場所的には1カ所です。1カ所ですか、はい。どのエリアでしたっけ。福岡です。福岡、はい、私東京です。東京、はい。で今年ね初めて参加して、まあなんかどういうイベントなのかなっていうのはなんとなく想像はできました。はい、はいとしか言えないですよ ね、 すね、この国は。じゃあ意気込みを一人ずつ語っていただきましょうか。はい、私初めての遠征になるんですけれども、遠征福岡遠いんで、はい、毎日まだお天気勉強の日々なんですけれども、番組中の予報センターの方からの解説だったり、今の先輩キャスターさんのお話を聞いて、空だけじゃなくてその地域ごとの地形などでお天気や空読みも全然変わってくることを知って、
お天気って興味深いなってここ最近さらに思っているんですけれども、今回私も福岡へ行って、その地域の私よりお天気に関しては全然先輩の皆さんにその地域のリアルなお天気のお話を聞けるということで、すごく楽しみにしています。はい、わかりました。遠征という言葉を聞いてですね、討伐されるみたいなチャットのコメントが、ね、流れてきましたけど、討伐しに行くわけじゃないですからね。さあ、じゃあ、北西から来たイナッチさん、お願いします。私は初めての全国セミナーに参加ということで、ちょっと緊張な気持ちもすごいあるんですけど、今去年の写真を見ていたり先輩方の話をすごい聞いていたら、皆さんに教えていただかないとわからないことがあったりとか、その地に行って新しい発見っていうのがすごくたくさんあるんだなと感じました。なので今年の全国セミナーでも皆さんにいろいろなことをちょっと教えていただいて、一緒にお天気の面白いことであったり、詳しいことを勉強していきたいなって思っています。はい、ありがとうございます。なんかね、みんな空気がなんかざわ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 してましたね。さあ、ということで、今年どういうふうにやっていくのかっていうのをご説明してまいりました。で、実はですね、資料としては、もっと詳しい話とかも準備してたんですよね。ちょっと一応出すだけ出しておこうかな。はい、さっき言ったその個人成績っていうもの、要はその自分の成長をその成績っていう形で残すにおいて、ね、番組の中でもずっと言ってる3つの課題っていうのがあったんですね。でそれをもう解決していきますってことですよね。ちょっと森田さんの方から簡潔にお願いします。まあ、時間問題、場所問題、地点問題、それから天気問題、この3つを、セミナーの中で、実際どう変わったということは先ほどバシが伝えたわけなんですけども、実際の皆さんのこの天気アイコンを変更する、編集するやり方のところで、どうやったらそれがうまく伝わっていくのかといったところを、この3つパターンに合わせてお伝えしていきたいなというふうに思っております。以上です。はい、はい、一応ね、庭が準備した資料もあるんですけど、ちょっと出してみましょうか。これが天気アイコンの、そうですね、はい、示す時間ですよね。そうです、はい、これはですね、昨年私8月空白でカミングアウトしました。私が間違っておりました。皆さんが13時の天気といったときに、13時から13時59分ですかとか、その前1時間ですか、そのちょうどぴったしのところですか、前後30分ですかっていうことについて、まあ、お聞きしたんですけども、データ見ますとですね、13時の天気といったときには13時から13時59分と考えている方が多いんですよね。ということで、これは何を言いたいかと言いますと、左上に天気アイコンが出てます、ウェザーニュースタッチ、あそこのあたりに判例というのをきっちり書くような形にしてまいります。そこでずれがないようにするということですね。はい、はい、そして、次、晴れ曇り問題、長いことお待たせいたしました。これは皆さんからクレームという形で上がっておりましたですね。結構気にしてました。はい、朝日が出てくる頃、日が落ちてくる頃、我々がこう聞いてるのが、美しい朝焼けとか綺麗な夕焼けという聞き方してます。この聞き方がまずかったんだと思います。この時間帯だけなぜか曇りの割合が統計的に2割増えるんですね、という問題がもう発生してます。これ統計的にもう非常に突出した問題として出ておりました。聞き方が悪いんです。太陽あっちにあるわけですね。先ほどの最初の千葉のジョブズが言ってました、皆さんの頭上の天気を教えてくださいと言ってるわけですね。ということですので、聞き方を4月1日から変えさせていただきます。はい、ということで、皆さんの、リポート、実況リポートがきちんと反映するようになります。はい、ということで、
自分の報告があれ反映されてないなとか、なんか違うのかなっていう疑問を少しでもねズレをなくしていこうという取り組みをしてますので、はい、そういったところが皆さんのまたモチベーションになってくればいいなというふうに思います。はい、さあということで、2017年お天気キャラバンの説明をしていきましたけれども、実はですね今日ちょっと遅れて来るキャスターっていうのがおりまして、さっき到着したみたいなんですよ。ちょっと今日いろいろ都合があって来れなかったキャスターがいますのでね。はい、さあそれではもう千葉のジョブスさんは、ああそうかそうかそうか、千葉のジョブスも、ね、せっかくなので、あれ千葉のジョブスってキャスターですか。いる？いる？あ、いた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 。はい。シャッターチャンスですよ、皆さん。取らなくていい。取らなくていいですよ。ジョブスが愛した水を俺アメリカから持ってきた。このままだと飛行機乗れないから全部水捨てて。中身違うんだ。中身違うんですよ。あのね、遅れたキャスター、はい、ようやく来れました。あ、本当ですか。はい、呼んでください。じゃあお迎えしましょう。足りなかったからね。はい、はい、それではご紹介しましょう。カンタベリーちゃんとネゴミちゃんです。はい、彼らもですね、あ、彼女らもですね、立派なキャスターということで、プロジェクトアイコンにね参加していただきましょう。はい、ということで、最後はですねみんなで、じゃあこれをやりましょうか。はい、えいえいを締めてまいりましょうか。はい、はい、みんなも立った方がいい？はい、みんなは、あ、じゃあみんなも立ってやりましょうか。明るくして。あれ？なんか、より金髪になってる話。あれ？さあ、それでは、僕が掛け声をかけます。え？ありがとうございます。ね、空読みされてましたね。はい、最後は、いいの？あ、チャットも、AAO、AAO でいいですよ。いつものやつ、ね、はい、AAO って書いてくれればと思います。今止まってますかね。はい。あ、来ますね。大丈夫。汚いとかコメントください。あ、待機してますよ。準備 OK ですね。はい、OK、OK、いただきました。さあ、じゃあ僕がみんなで作る天気予報を頑張りましょう。AAO っていうんで合わせてください。さあ、それでは準備よろしいですかね。はい、さあ2017年もみんなで一つになって頑張りましょう。みんなで、みんなで作る天気予報 AAO。 時刻は午後3時22分を回りました。どうした皆さん、オープニングセレモニーの方参加していただけましたでしょうかね。まあ、いろいろと今回、皆さんと一緒にチャレンジしていくことも多くなりますので、ぜひ多くの方の参加よろしくお願いします。オープニングセレモニーの話はこの後ですね、また
後に時間を取って見ていきたいと思いますけれども、現在15時現在の空ということで空ボタンで聞いてますので、確認こちらの方を締め切っていきたいと思います。空ボタンの方、雨の降っているエリアはブルー、それから晴れのエリアはレッド、曇りのエリアはグリーン、それと雨や雪やみぞれのエリアはイエローということで聞いています。はい、それでは締め切りましょう。5秒前からいきましょう。5、4、3、2、1、はい、締め切りです。はい、それではマップで確認していきましょうか。はい、現在の天気の分布このような形になっています。はい、ちょうどこれはかなり綺麗に分かれてますね。西から天気の方は下り坂という大きな流れの中で、九州はまあほぼ雨という形、西日本エリア、中四国は曇りで、先ほどオープニングセレモニーの中で読売テレビに行っています木島ゆりか気象予報士あえて言ってみた岸井の方からこの後は大阪も曇ってくるんじゃないかということで出てましたけども、まあ、だんだんとこのエリアも雲が広がってきているようです。この後の天気に詳しい内容についてはこの後ですね、ウェザーニュースアップデートの方でも確認していきたいと思います。はい、ということで、まあやっぱりチャレンジなんでしょうね。気象を日本で天気予報が始まって140年経ってますけども、予測精度なんていうのはですね、 1% 上げるのに本当に時間がかかるんですよ。10年20年とかね、場合によっては50年近くかかることもあるというものを、ここで皆さんの力と一緒にですで、こう一気に上げていこうじゃないかと。 99.9%、こちらの方を予報精度の一つの目標として進めていくプロジェクトアイコンという形になります。まあ、そのためにはいくつか課題を解決しなきゃならないところもありますので、そのあたりも皆さんと一緒にお願いしたいと思います。じゃあいきなりですけども、一旦ここでインターバル入ります。
こんにちは。時刻は午後3時30分を回りました。今日は特別の編成でやってますんで、この時間はソライブアフタヌーンです。はい、17時までということなので、17時までか、あんまり時間ないね。はい、90分だ。あ、まさに90分。ああ、そうですか。45分ハーフでいきたいと思います。はい、それではですね、この時間は天気の方をしっかりと見ていこうかなと思いますので、まずはこちら10分天気マップの方で現在の天気の様子見ていきましょう。はい、こちらになります。はい、こちら15時20分現在です。過去1時間分の皆さんからいただいた天気の報告です。先ほど空ボタンの方でも確認してきましたが、西の方からだんだんと天気の方は下り坂ということで、九州エリアに関して言うともう雨の状況でしたね。それから中四国が曇り、近畿エリア、大阪ちょっと詳しく見ちゃおうかな。はい、大阪府内ですけど、ポツーなんで来てるんですまあこれ見ると感覚的には、薄曇り、からだんだん曇りに来てるなというのはような状況のようですね。でこちらの方ですけども、こちらひまわりの衛星画像の方で見ていくと、もちろんの方からしっかりと雲に覆われているという形になりますので、まあ、今日の大きな天気の流れとしては、西から天気下り坂という形。じゃあ明日はそれがその後どうなっていくのかというところについてもこの後確認していきたいと思います。で続いてこの時間の、ちょっと待ってくださいね、もう少しで32分になりますね。32分になるとこれ最新のデータが入ってくるはずなんですよ。ドン、はい、来た。30分、だいたいね2分遅れなんですよ、この10分天気マップね、データが入ってくるの。まあ、天気については先ほどの通りですけど、曇りのエリアがもうちょっと、東まで進んだかなって感じがしますけどね。じゃあ体感も行きましょう。はい、体感です。ピンクの暖かいというのは結構目立つかなと思いますね。今日は3月20日春分の日ということもあって、少しこう春らしさも感じていたところですが、雨の降り出した九州からは寒いといったような報告も届き始めてきていると、こんな状況のようです。はい、ということで現在の天気確認していたところでですね、今夜から明日の天気の方詳しくアイコンで確認していきたいと思います。ウェザーニュースアップデート。北海道のウェザーニュースアップデートです。まずは今夜の天気アイコンで確認していきましょう。はい、北海道ですけどもだいぶ晴れてるところが多いようですね。こちらの方詳しく聞いていきたいと思います。では予報センター山下さん。はい、北海道ですけど今日現在はまだまだ晴れているといったような状況のようですね。はい、そうですね。北海道エリアはこの後もしっかりと晴れて穏やかな天気が続いていきます。雨や雪の降る心配はありません。日中は春の暖かみも感じるような体感となっていきますが、遅い時間帯になるほどまた気温も下がっていきますので、服装など注意するようにしてください。ではこのまま明日も